さてミニ特集です。今週はロサンゼルスダウンタウンの Miyako Hotel 2階にあるレストランタモンを取材してきましたのでご覧ください。ロサンゼルスのダウンタウン、リトル東京にある割烹タモン、Miyako Hotel ロサンゼルスの2階にあるレストランです。ホテルの中にあるレストランとして朝昼晩を通して常に新鮮な食材を使った日本料理を楽しむことができます。マネージャーの佐渡誠二さん、今は胸を張って美味しいものを出しているということはもう皆さんにお伝えしたいです。それではタモンの特別メニューを見ていきましょう。まず最初にご紹介するのはシェフの気まぐれチラシ。だいたい35ドルぐらいからお値段はするんですが、お昼夜もチラシあるんですが、それ以外にまた新たな魚を入れて作らさせていただいてますので、結構ボリュームがあって35ドルでもお安いんじゃないかと思います。次にご紹介するのはミニ懐石。まず左のお皿から見ていきましょう。左のプレート、それは八寸と言いまして、栗のようなものは周りはお魚は白身なんですが、それをそうめんでまぶしまして軽く揚げて栗のように見せかけたものですね。その右側はアサリの松前漬け、そしてその手前のオレンジのものはスモークとサーモンを昆布で巻いたものです。でそのもう一つ手前に行きますと、小さな器があん肝、右側がナマス、そしてそのもう一つ右側の白い器は煮合わせで、この煮合わせとかはもうほとんど MSG とか使ってませんので、ナチュラルな素材で全て作られております。そしてその後ろ側が土瓶蒸しですね、松茸の土瓶蒸しになっております。でこちらのものはいつでもご用意してますので、予約なしでも土瓶蒸しをいつでも召し上がっていただけます。そして真ん中のフルーツに乗ったものですが、ザクロ のゼリーですね、その上にはブドウと洋梨が乗っております。最後にご紹介するのは松茸の炊き込みご飯です。松茸の香り高い炊き込みご飯、土鍋で炊き込んだものをそのまま楽しむことができます。本当に美味しそうですね。お客様からオーダーいただいて、それから仕入れいたしまして作らせていただいてます。さてタモンの寿司バーでお寿司を握ってくれるのが川辺シェフです。懐石料理の他にも寿司バーで楽しむことができるのもタモンの魅力です。日本料理の、基本である季節感を大事にしながら、その時その日、できるだけ、新鮮なものを仕入れるように心がけてます。割烹タモンはパーティーやケータリングにも対応しています。プライベートルームは2部屋あります。で2部屋ともだいたい少ない人数でしたら6名様からで、多ければ16名様ぐらいまで、入れると思いますね。でそれ以外にバンケットルームですが、100名様まで使用が可能です。あとレストランの方ではだいたい60人ぐらい入りますので、もう本当にお気軽に足を運んでいただけたらと思いますね。そんなタモンレストランでお食事をした後は、隣にあるバーオージャでくつろぐこともできます。カラオケも完備しており、アットホームな雰囲気が常連客に人気のお店です。美味しい魅力のたくさん詰まった割烹タモン、お正月三が日はおせちランチ、おせちディナーを提供する予定です。この機会に本格的日本料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。